さくら市議会議員の高木大輔です。今日も愛車の産業振興号とともに、さくら市のためにしっかりと働いてまいります。何米を使ってるんですか、これ。加工米、あ、国産加工米、とりあえず産地とかはどこに？茨城県ですね、これを。茨城、はあ。なるほどね。で、小麦割れは、あ、小麦じゃない。大豆は何なんですかね。あ、秋田産、白味噌にはカナダ産が向いてるんですか、これ。あ、味が出るのはカナダ産。あ、これが出来上がった。で、樽っていうのはこれでも結構古いですよね。戦前の樽もあるんですか。え、樽もあるんですか。100年近いと。あ、これで、じゃあこれが100年ぐらいの樽だ。これが、これが竹が、それの竹が、はい、あれが混合器なんですよ。混合器で、で、大豆と、大豆と麹と塩ですね、はい、なるほどね、それで、先生、その山に味噌について一言お願いします。どうでした去年は。美味しかったですか。美味しい。そうですか。ええ。